ダニエル・ジェームズ・ザ・モラは、アメリカ合衆国カリフォルニア州、サンバーナーディーノロマリンダ出身のプロ野球選手。左投げ左だ。MLB のシアトル・マリナーズ参加所属。2012年の MLB ドラフト27巡目で、トロント・ブルージェイズから指名されたが、この時は契約せずに、ニューヨーク州立大学、ストーニー・ブルック校へ進学した。 2015年の MLB ドラフト40巡目でピッツバーグパイレーツから指名され6月30日に契約契約後参加の A-9 ウェストバージニアブラックベアーズでプロデビュー14試合に登板して1勝0敗にセーブ防御率2.6625奪三振を記録した2016年は A 級ウェストバージニアパワーでプレーし21試合に 登板して3勝2敗1セーブ、防御率3.46、45奪三振を記録した。2017年はまず A 級ブレーデントン・マローダーズでプレイし、37試合に登板して2勝4敗9、セーブ、防御率1.86、61奪三振を記録した。8月に AA 級アルトゥーナカーブへ昇格し、2試合に登板した。 2018年1月31日に、女子スモーカーとのトレードで、ニューヨークメッツへ移籍した。この年マイナーでは、参加の AA 級、ビンガムトン・ランブルポニーズでプレイし、40試合に、登板して1勝1敗にセーブ、防御率3.48、69奪三振を記録した。8月17日にメッツとメジャー契約を結んで、アクティブロースター入りし、 同日のフィラデルフィアフィリーズ戦でメジャーデビュー1.1回を無安打無失点に抑えた8月22日のサンフランシスコジャイアンツ戦では初ホールドを記録したこの年メジャーでは16試合に登板して1勝0敗、はい、防御率3.0016奪三振を記録した2019年は17試合に登板して0勝1敗防御率5.19 八奪三振を記録した。2020年は登板機会がなかった。2021年5月21日にディフェとなった。2021年5月22日にウェーバー工事を経てシアトルマリナーズへ移籍した。三加のトリプル a 級タコマレーニアーズへ降格後の6月24日にディフェとなり、翌25日にマイナー契約となった。ありがとうございます。